はい、今日も次々にやっていきたいと思います。もう13本目ぐらいかな。ちょっと眠くなってきましたけど行きます。ボルダリングジムの、作り方ということで、どうぞ書いちゃっていいのかな、わかんないですけど、子供対策で、子供対策何かというとですね、この子供の対策って本当ボルダリングジム大変なんですよ。で、何が大変かというと、子供の料金っていうのをうちのやってたジムっていうのを決めてまして、例えば大人が、1回1500円ぐらいだとすると、中学生とか小学生、子供はですね、800円とかそれぐらいで、やってたんですよね。だけど実際ね、1回あたりの料金子供800円とかするんですけど、これね本当にね安くしてよかったのかなって思うほど大変なんですよ。何が大変かっていうとですね、こうジムがあって、ちょっと予報からね読みたやつなんですけど、こうホールドがこうぶら下がってますね。で、大人の人がここにわーっと登りますよね。こんな感じですね。登った時に、なぜかね、こんなマットなんですけど、この辺に子供がいるんですよ。で、危ないんですよね。で、基本ね、このマットの中に、子供入れないようにしてくださいとかね、それは注意しますよ、当然。もうね、だけど、スタッフの数ってある程度決まってますし、お子さん、一人だったらね、あれだけど、お子さんがうちがお子さんも含めて5、6人とかいらっしゃると、もうね、スタッフ、5、6人もスタッフ抱えてませんから、対応できないんですよね。このね、子供さん問題。で、これね、もし落ちてきて当たると、お子さんね、もう大怪我しちゃうんですよね。だけど、お子さん全くわかんないんですね。危機対策ができない年齢なんだと思います。で、対策として一つはね、もう分けると、もうキッズウォールというのを作っちゃうと、それは一つありますよね。あと一つは、場所分け、あと時間分けですね。ね、土曜日の午前中だけ子供いいですよとかですね。あといろんなね、ここの場所は、夕方17時から、19時まではいいですけど、お子さんはもう20時過ぎたら帰ってくださいとかね、いろんなジム独自でルールがあっていいと思うんですけど、時間で分けるという方法も一つでしょう。で、あとはもう禁止というところもあると思います。狭いところね、キッズボールも置けませんもんね。で、時間で分けるのも難しいっていうジムもあると思います。で、あともういろいろね、ライセンス制ですね。ライセンス、こういうね、危ないことをしない人にだけ許可を出すというようなジムもあると思います。で、これね、もうまだね、正式というかですね、これがベストでいいっていう方法はなかなかないと思うんですよ。で、難しいです。で、うちはね、あんまり禁止とかしなかった。それが悪かったかもしれないですよね。本当お子さんもね、多くて、確かに、いろいろこう、
ジュニアのそういうワールドカップとか行ったような子もいましたし、それなりにね、すごく上手くなって、ジュニアの大会、全国大会とかで、実績を上げたような子も何人かいました。まあ、だから、まあ、一概にね、厳しくしとけばよかったとは思いません。まあ、そういう子供がね、少しでも出てくれたんであればね、よかったと思うんですけど。だけどね、このね、料金設定になると、このリスク、この落ちてね、怪我するリスクとかを考えると、ちょっと割に合わないのは確かです。はい。なので、まあね、いろんな対策方法がある。とあります。ただ、私が言いたいのはね、いろんな方法があるけど、最初にね、決めとくっていうことですね。最初に、ルール決めしとくと。ね。もう広さとか、そういうあれが分かりますから、これはキッズボール立てれない広さだなとか、そういうのが分かってて、あとね、利用者の数とかも大体ね、最初の時点で、分かっていきます。なので、まあ、いろんなね、揉めないためには、最初にお子さんが使うという場合に、禁止するのか、キッズボール立てて、もう完全に隔離しちゃうのか、まあ、こういったのをね、最初に決めておけば、トラブルは少ないと思います。でね、どうしても、怪我とかっていうのがあると、トラブルの原因になります。やっぱりね、基本もこうどんなにね同意書とか作ってもらったとしても、お子さんにその過失の責任というか怪我の責任が負えるかというと、そういうのもないんですよね、どうしてもね。特に保育園とか小学校低学年とかいう人が、怪我したからあなた自己責任でしょって言っても。子供に対してその自己責任っていうのはどこまで通じるかっていうのも微妙じゃないですか。でちょっと私は法律の専門家じゃないんで分かんないんですけど、まあ、トラブルになる可能性っていうのをはらんでいますので、まあそうですね、最初に、まあ、ルール決めをして、まあ、なるべく事故のないようなジムにされたらいいと私は思います。